皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回もボンドボディの進捗をお伝えします。今進んでいるものとしてはフェラーリ812スーパーファストのノビテック外装コンプリート NR5 を製作中でございます。こちらドイツに行く前をちょっとお届けして少し進んでるみたいなんで、ちょっと見に行ってみましょう。さあそれではお伝えします。812現在の状態はこんな感じです。前回りは前回とほとんど変わってないんですけど、ご覧ください。なんとリアがだいぶ作業が進んだみたいです。でここを作る関係でまずこっちを仕上げないとここができないということで、で今回ここがかなり進んでるみたいです。でだいぶ進んだんでリアバンパーもくっついてると。でやっぱり形がだいぶ現車に合わせると合ってないみたいなんで、全部この一応この黄色いのはパテみたいです。でこれでまあ細かいのとかあのプレスラインとかあとは隙間なんかは全部調整これからされるみたいです。でご覧ください、このワイド感、ここ特に81に絞り込まれてるんで、ここサイドとつながるラインは相当なものになるんじゃないでしょうか。そして内側も結構もう作られてて、リアバンパーも今回ついたんでこんな感じで、で中はもう後々処理されていくんだと思います。でやっぱりこの辺が合わないんで、まあ、ちょっと修正していくと。触ると少しこう段差があったりとか隙間が均等じゃなかったりするんで、まあこの辺もしっかりやっていくんだと思います。そしてご覧ください、この車幅、本当にこう手を伸ばしてもちょっと大人が手伸ばしても届かないぐらいの、もう2メーターいくつか分かんないです。とんでもない車幅になっております。そしてこの辺なんかも全部整形し直して、隙間も、まあ、元々フェラーリ自体がこういう隙間均等じゃなかったりするんですけど、まあ、可能な限り不自然にならないように、はい、この辺もやっぱりちょっとパーツ自体の精度がそんなにぴったりじゃないんで、かなり難儀してるそうです。そしてリアバンパーも、でこの辺なんかはもう全然足りなくて、もう新たに作ってたりするみたいです。もともとフェラーリ自体がちょっと手作りなのと、まあ、あとはこの NR5 っていうキット自体がもう本当に何ていうんですか、ぴったんこについて出来上がりっていう、まあ、既製品みたいな形じゃないんで、本当にワンオフにかなり近いみたいです。こんな感じで、さあそして反対側に回ってきまして、ご覧ください、こちら急行、ちょっと今ガムテープで止まってますけど、なんとこんなに差が出るそうです。めちゃめちゃ奥、もともと純正がまあこのぐらいだ、そこからさらにこのぐらい出てくるという、だからこれ給油できなくなっちゃうんじゃないかなっていう、勝手に失敗してます。多分ガソリンスタンドのノズルのこれ当たっちゃうんじゃないかなっていう、どうするのかちょっと完成してみてからなんですけど、まあ、とんでもなくこれぐらい出てるという。そして大変なのが、もうそもそもこの1もワンオフで、一応この専用の蓋がついてくるのはついてくるんですけど、当然ぴったんこに合うはずもなく、今こういう状態みたいです。こっちはぶつかっちゃって、こっちはもう隙間全開だ、これをどうにかこうにか、まあ、見栄えよく仕上げてくれるんだと思います。でこういうとこ細かいとこ見ていただけると、ボンドボディ の特にエアロに特化してますんで、ボンドボディの場合その辺のちょっと技術力が分かっていただけるんじゃないかなと思います。さあそしてここでお知らせがあります。ついこの間ちょっと業務拡大でちょっとスペースを拡大したボンドボディなんですけども、さらにパワーアップするんですよね。さらに、はい、ということで以前朝食室だったこちらをなんと取り壊して、とリフトがあったんですよね。はい、あそっか、リフトもなくなってんですね。何になるか教えてもらっていいですか、高橋さん。そっちはベイで、ここにドカーンとこうブースを新しく、なんとここに最新鋭の塗装ブースが入るそうです。しかも2機、2機、はい、2機入るそうです。なんで、まあ、今までもこちらのブローサムでしたっけ、ブローサム塗装ブースあったんですけど、新しくこっちに最新鋭の塗装ブースを入れて、はい、より効率化とクオリティアップにつなげるそうです。でその工事がちょっと期間長いんですよね。ちょっと長いですね、はい、なんでちょっと工事が終わるまでボンドボディの塗装業務の方が少し時間かかり気味になりますんで、まあ、なんかカスタマイズとか腕でカバーして、あ本当ですか、全然問題ないそうです、はいまあ、お早めにご備えいただけるといいんじゃないかなと思います、はい、よろしくお願いします。さあ皆様こんにちは、ボンドチャンネルズチーパフォーマンスです。あれから日にちは変わりまして、またちょっと別のボンドボディのプロジェクトをお届けします。というわけで今日は僕はトラックに乗っております。これボンドボディのトラックです。今日はこれから、ちょっととんでもないボンドボディでももう過去最高額級のとんでもない車がこれから入庫します。でそれエアロ取り付けの作業なんですけど、ちょっとエアロそれをこれから取りに行っていきたいと思います、倉庫に。
そちらが。閉まる。さあというわけで無事に取り付けるエアロもピックアップしてまいりました。まあ箱でもうお分かりなんですけど、担当内山、そうです。東京店内山店長担当の車です。これからなんかその車が入庫するみたいなんで、多分そろそろ来ると思うんですけど、ちょっとその入庫の様子からお届けしたいと思います。やべえ、でかっ、でけえ、でかい、すごいね。そうです、なんと今回エアロを取り付ける車はこちらファントム8でございます。でかっ、でかすぎる、長い。ファントム8はちょっと久しぶりに見えました。すごい。こんにちは、お世話になっております。ありがとうございます。いや、ありがたいことにカリナンとかゴーストは時々、まあ、お預かりさせていただいたりだとか動画でお届けする機会もあるんですけど、ファントムはなかなかない。改めて見ようと思ったんですけど、冷静に考えたら車がでかすぎて中に入れるとドアが開かないということで、そのまま外でちょっと内装を見てみたいと思います。これやば、これ何、もうこれ刺繍、見たことない幾何学模様の刺繍が、すっげえ、めっちゃおしゃれ。もうドアもえらいことになってるし、このロールス、このドアポケの中も全部こうレザー、なんか適当なもん入れらんないじゃん、ね、そして内装はこのツートン、かっこいい。このすげえな、この信じられない厚さの、これは多分こう全ても許されるんです。すごい、この厚みだからね。へえ。そしてロング長い、これ足組めるどころじゃなくて届かない、私の短い足では届きません。はあ、しかもちゃんとシューティングスターかな、ヘッドライナーが LED 入ってるやつが、 LED じゃないな、光ファイバーだな、のやつがついてます。はあ、いい匂いするな、クンカクンカしちゃいます。さあ、それじゃあ改めまして紹介します。今回のファントム8を担当する、はい、東京店の内山店長です。はい、よろしくお願いします。取り付けるエアロを広げてみたんで、はいはい、ちょっとチェックしてみたいと思います。意外にあの部品点数はそんなに多くない。多くないですね、点数は多くないですけど金額が多いです。パーツがでかい。でかいですね。フロントバンパーは、まあ、幅はともかく、はい、この高さはあんまりないなと思ったんです、はい、そしたらちょっと後でしょうこの様子がおかしいパーツがちょっとこれとりあえず言っておいてください、はい、バンパーはちょっとあのゴーストにも似てる、まあ、確かにデザインはなんか基本的なデザインはこうマンソリーの今までのこうスタイルが引き継がれてる感じですよね。ちょっと共通性を持たせたデザインで、はい、横立ち上がって、はい、下側このカーボンの、はい、結構薄いね。薄いですね、ファントムのやつは。はい、で、一番定番の P200 かなこれ、はい、の綾織りのカーボン面、まあ、中心に向かっていくデザインですね。で、このダクトが、ここがなんか3パターンぐらいあって、そうっす、 LED の幅と、はい、あとはこの丸いバージョンと、はい、この辺は好みに応じて、で今回は横1本ルーバーがしてて、ね、真ん中 LED のタイプ、はい、こちらになっていると。インサートで純正バンパー入れておきますけど、形結構変わるね。結構変わります ね、 ね、はい、なんか純正が こういう感じのシルエットがなんかしっかりちゃんとこう前に出るんで、どっしり感は結構出ると思います。そんなデザインになってる、はい、でこういうダクトなんかもうペイント済みのものが入ってきてますけど、取り付けられるみたいです。はい、あとセンサー類も当然全部移植されて、でこれも何度も何度も動画で紹介させていただいてますけど、全部ドライカーボン製ということで、はい、この軽さと強度、はい、すごいよねこれ、うん、すごいですね。こんな感じになっております。そしていきましょう、今回なんとファントム、これ新車だよね。新車です。新車のファントムのフェンダーを交換ということで、いきなり変えちゃいますね。これやばいね。やばいですよねファントムの場合ここヘッドライトなんで、もう言ったらポルシェみたいなヘッドライトの周りごとごっそり交換。ごっそりです。ただここからこっちはほとんど白いと変わらないです。はい、なんとこの後ろのこのダクト、ダクトのためですだけのためにって言っても過言でない、はい、ここがちょっとへっこんで、これが乗っかるんですかね。そうですね、まあ本来もう一枚プレートがつくなと思うんですけど、はい、こんな感じで、はい、ちょっと純正ライクな感じので、これも当然ドライになってるんで、はい、軽さも多分純正、あれスチールだ、アルミかな、アルミじゃないですか。ちょっと外してみよう。
でももちろんその金属より圧倒的に軽いという、はい、であと結構ファイバーの FRP のこういう大型パーツだと、はい、結構こう並々なりますけどね、たわんじゃったりするけど、はい、これドライなんでその辺が本当に金属と変わらないぐらい塗装の質感で仕上げられるんじゃないかなと、はい、そして後ろ、はい、なんとリアバンパー交換ということで、はい、これもこのダックとどうなるんだろう、この後ろがちょっと変わるぐらい、そうですね、まあ、ディフューザーがやっぱりカーボンになるので、あとはマフラーエンドも見た目が変わりますね、あと横にちょっとちっちゃいダクトがある、はい、この辺の乗り分けは、まあ、ちょっとこれからお客様と要相談ですね、はい、ちょっとどのぐらいの範囲に残して、はい、どんな形にするのかっていう、そうですね、まあ、できるようにここだけ全部抜いてある、はい、こんなにパーツ交換するのに、こんなにドライカーボン使ってるのに、ドライカーボンの比率が1割以下という贅沢ですよね、見えるところがほぼ塗っちゃうという、はい、というわけでこの横のところが塗り分けできるようにちょっと四角く抜いてある、はい、まあ、この辺はお客さんと相談して、そうですね、どんな加減で残すのか、はい、ちょっと途中経過もお伝えしたいと思います。であと今回なんとトランクスポイラーもこちらも装着ということで、はい、まあ、両面貼ってありますけど多分ボンドボディはい、なんで接着でやるの取り付けになるかと思います。でこれちゃんとこっちプライマー塗ってあって、まあ、塗装ベースですけど、こっちはちゃんとドライの目が見えてるという、はい、そしてマンソリーロゴ、あ、マンソリーシールがあったので、塗装カーは耐えてる、はい、ありがとうございます。でもこれだけでもちょっといいかなと思います。まあそうですね、あのお尻のアクセントになるので、ファントム特にこうお尻がこう縮まってるというかですね、結構こじりな感じがするんで、それ少しこう立ち上げるだけでも、だからこれと、まあ、今回そう、ここのこだわりがやっぱりあのシルバーとネイビーのツートンの車なんで、まあ、トランクスポイラーはカーボンそこに急についちゃうのおかしいから、あえてそのプライムの塗装前提の方にしてます。なるほど。でこれを塗っていくと、はい、こんな感じになるんです。あとはまあ小物ショートパーツなんかもたくさんあるんですけど、はい、ちょっとその辺の紹介を割愛させていただいて、そうですね、でこれを取り付けていきます、はい。さあというわけで、もう過去最高額級の、はい、そうですねプロジェクトがスタートしてますけど、はい、ホイールの紹介抜けてましたけど、あ、ホイールは、マンソリーのホイールをつけます。言っちゃっていいです、はい、マンソリーのホイールがつくみたいで、まあ、でもそのままつけるわけではないので、またそれはちょっと完成した時にご紹介させていただきます。じゃあその辺はお楽しみということで、はい、で今回塗装が結構大変な、大変でしょうねこれもうそもそもロールスロイスってその強制の塗装、はい、また塗装も特殊なんで、はい、それ仕上げるのも大変なんですけど、あの高知ライン、そうですね、それをまた再現しなくてはいけないので、はい、なんでニヤニヤしてる大変だなと思って、はい、ちなみにボンドボディ今ただいま改装中で、はい、ちょっとあの作業効率が落ちてるんですけど、そうですね、はい、内山パワーで入るみたい、はい、であとは今回の車シルバーなんで、ちょっと塗装経験の人はすぐ分かると思うんですけど、はい、シルバーって結構塗るの大変だし、はい、なんか結構ムラになっちゃったりでしょうね、多分色合わせるのも大変だと思いますし、下地がなんかすごく重要らしいです、はい、なんでその辺のクオリティも完成したらお届けしたいと思いますので、はい、ぜひボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。